皆さん、おはようございます。今日は12月18日水曜日の朝のスピリチュアルテレビ、みんなの広場の節子がお送りいたします。今日もお付き合いのほどどうぞよろしくお願いします。それでは早速、この歌から始めたいと思います。いつものようにコーコーケコッコーとみんなでね、歌ってください。では、月がね、目のちょうど、真ん中、この目の、ね、中心の部分ですね、瞳のような形で、周りに大きなね、なんか空にぽっかり目ができたみたいにね見えました。あ、おかりさん満月見ましたって、美しい満月でしたね。そしてあの雲がね、すごい速さでその前をよく見ていって、どんどんね、風景が変わっていくんですよね。おかりさん、オレンジ色でした。虹がね、見えましたね。美しい、ほんと彩雲がね、雲がね、こう映っていくごとにいろんな風景に変わっていって、素敵でした。あ、海に行って見てきた方もいらっしゃるんですね。よしみさん、素敵ですね。それはそれは素晴らしい。私はね、ピラミッドセンターでみんなと一緒にね、で、みんなで瞑想して、とっても気持ちよかったです。一つになれたひとときでした。ワンネスの、ね、世界を、ね、みんなで味わいました。そして瞑想の後はみんなで、美味しい、手作りの、ね、お食事を食べて、昨日は、ね、鍋だったんですけど、ね、鶏鍋を囲みまして、結構夜遅くまで、ね、過ごしてみまし ました。なんか寝るのがもったいないぐらいで、実は今日、ね、寝不足なんです2、3時間ぐらいしかもしかしたら寝てないかもしれない。でもその前にちょっとうたた寝したりしてたのでね、でも最近少しね、睡眠時間が減ったかもしれませんちょこちょこと寝てます。まあでも眠い時はありますよね、最近。本当に眠い時に寝られるっていうのは幸せだなって思います。でね、昨日お土産にさんのレモンをいただいたんです これね、国産のレモンなかなかね、手に入らないみたいでね、農薬とかかかってない。でもお土産にいただいたので、なんだか嬉しくてね、今日画像にこうやって映像に映させていただきました。そうそう、でね、これこれ、このね、満月、このね、光、これは満月じゃない、多分満月かな、雪の結晶がね、見透けて見える満月、この虹の女神祭りというものをね、ピラミッドセンターで21日にやりますので、インフォメーションです。12月21日の土曜日、今週の土曜日です。今週末にいよいよなりました。ピラミッドセンターでね、虹の女神祭りやりますので、ぜひいらしてください。私はクリスタルボールの演奏させていただきますが、
山根舞さんね、昨日ね、やっぱり満月の夜に沖縄でね、ライブがあったようですけど、舞さんが、出られた。みんなね、あと他にも、さよこさん、さよこ大人さん、バンドリアンズ、あとはね、ツインプラネット、ツインフレーム、その他いろんな方が出演なさいます。ダンスもね、してくださいますからね。ショップも出ます。ムーンウェーブ、土の子さん、プリンカヘア、ヨガ、プリン、あ、これなんていうんだ。サワブリカラー、難しい名前いっぱいつけてますね。あと整体もね、しちゃうと。整体の方も来ちゃう。それからマザーアース、コースシスターズ。飲み物も出ますから、ぜひいらしてください。満月の波動の残るピラミッドセンターで、ぜひお会いしましょう。はい、みんなに満月出た出たと言って回っていたら、狼かと突っ込まれた。おかりんさん。はい、楽しいですね。大津の海に行ったんですね。あ、いいですね。海から見る月って素敵ですよね。あと音もね。思います。いいなぁ、満月パワーね、しっかりと受け取ってきました。今日はそんな余韻を感じながら、放送ねさせていただきたいと思います。満月もね、ちょうど朝だから、ね、昨日一昨日かな、その前の日だ。なんかね、太陽がすごい眩しくて、なんかね、動きを感じたんですね。太陽がまるで自分の方に飛んでくるような、そんなね、感覚で。そしてね、その時にカメラを向けたら、光がね、映り込んでくるような感じでね、写真に撮りましたけども、その時に降ってきた歌、みんなみーなっていうね、歌がね、降りてきた。みんなみーな、みんなみーな、みんなみーな、みんな、みんな違ってみんないいね、みんなみんなみんなっていうね、そういう歌がね、降りてきた。南の国へ行こう、南の国、南の国の実を食べて、ヤシの木の木陰で歌う愛の歌をっていうね、みんな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 違ってみんないいね、みんなみんなみんなっていう、そういうメロディーがね、浮かんできました。それにね、ちょっと伴奏つけてみて、どんな感じかな。Thank you.
節子の、歌う水曜日ということでね、他にもまた歌っちゃおうと思います。明かりの中で何
かなかね、小さな光を探すのは難しいですけどね、プレアデスのようなね、割とはっきりとした光、ごちゃごちゃごちゃって固まってるんですよね、プレアデス星座。そういったものは、ね、見つけやすかったですね。冬の星座オリオンもね、はっきりと見えました、本当に美しい星空でしたね。そのね、宝石のような星空の下でピラミッドセンターでね、皆さんで、ソミオさんやレラビさんと一緒にね、プレアデスを見上げて星物語をね、聞かせていただきたいなと思ってます。公演の後はそんな時間もね、持ちたいと思ってますので、ぜひいらしてくださいね。予定としてはね、まず最初にクリスタルボールで、皆さんチューニング、プレアデスね、チューニングできるように演奏させていただきます。1時始まり、1時11分にね、演奏が始められるようにしたいなと思ってます。そしてその後ね、まずはソニアさんにお話をいただきまして、そしてデラビさんが途中で登場していただいて、通訳みたいな形で、ソニアさんが英語でチャネルした内容をデラビさんがなぜか日本語に訳すというね、不思議な感じですよね。日本人が日本語で喋らないで英語でこう喋って、そして日本人じゃない人が日本語に訳すというね、とっても面白い感じなんですけど、その、ライブの公開チャンネル、楽しみです。どんな内容がね、ソニアさんの口から出てくるのか本当に楽しみです。そしてその後ね、ソニアさんデラビさんが聖なる国日本ということで、日本人の役割、これからね、世界をリードしていく、宇宙とのね、コンタクトを取っていくのにきっとね、日本がリードしていく、そういう聖なる国なんですね、日本はね。だからね、みんなこぞって日本にやってくるわけですよ。名だたるヒーラーですとかチャネラーがね、日本にやってきていろんなメッセージを発してくれてます。みんなどんどん目覚めていってます。そして本当のことがね、明らかになっていってますよね。で、陰極まれば陽となるということで、社会的にはニュースではね、かなりね、いろんなダークな情報が流れていますが、これがね、どんでん返してひっくり返って、きっとね、オセロが全部真っ白になるような、そんなね、大展開が起こるんではないかなってね、楽しみにしているところです。そんな話はね、昨日もね、ピラミッドセンターそれから面白い話もしたな。ピラミッドの、話もそうなんですけども、地球の周りに見えている星々、これは、地球の周りに空気の層があるからね、それがレンズの代わりになって見えているだけで、本当はもしかしたら何もないんじゃないかというね。少なくとも太陽系ぐらいまでしかなくて、もしかしたらプレアデスっていう存在は物質的にはもしかしたら物理的にはないんじゃないかというような、話も出てました、太陽がそうですね、プレアデスだとすると月の役割を果たすのが、シリウスだという、お話も出てましたしね。これからは陰と陽の統合、それを超えていく世界、月と太陽の結婚ということでね、昨日は満月、まん丸のお月様のパワーいっぱいいただきました。ちょっとごめんなさい失礼しました。それではですね、ちょっと体がまだまだ朝の硬い体で、放送してますので少しね、ほぐしたいと思います。ほぐしていきたいと思います。いつでも唇をこのように、開いて、口角を上げておくんですね。そうすると、脳の方に指令がいって、いつも楽しい状況が、起きてくる、引き寄せるという、形でどんなことも楽しく受け取るそういう練習を、しながらね、腰回しなどしていきたいなと思います、まずは地球の自転を、しっかりイメージする。それにシンクロしていくんですね。全ての状況、情報は、ソニア様アカシックレコードね、読んでいますけども、
シンクロ、自分の、振動数をその宇宙からの振動数に合わせていく、そうすると、情報がその上に乗っかってる情報がもらえるということでね、自分自身の波動を、どんどん調整して高めていきましょうね。はい、まずは地球を想像しながら、地球がすごい勢いでうわーって回ってるんですよね、なるべく早くこう回してみる。そうすると体が温まってきます。今右回りに回しましたけど、これは集中の方向ね。反対、開放の方向、左回り、今度ゆっくり回してみよう、座骨をしっかりとね、大地につけて、床につけて、そして、ぐるぐると回していく。バランスが大事ですね。はい、美しい円を描いていく。昨日の満月のようなね、美しい、まん丸、丸い、丸い、まん丸い、盆のような月、それを、床に描いていく。そうするとね、体が温まってきますよ。そして筋肉も緩んでくる。動かすことによって、血液がね、どんどんと、供給されて、栄養がね、どんどんと体の隅々まで酸素もその血液の中にね、運んでくれてる。赤血球、白血球、いろんな働きがありますけども、敵も全部ね、いろんな細菌とかも全部やっつけてくれる。ナチュラルキラー細胞もうまくね、回っていくように、流れていくように動くこと、それが大事ですね。固まってるとどんどん固まって固体になっていくと動きが悪くなってしまいます。温度低くなってるとね、寒いと固まってしまいますのでね、そういう時は動かすのが一番。動かすと温まってきます。はい、今左に回しました。最後は右に回しておきましょうね。はい、あ、よしみさん、波の音も心地よかったです。キツネが近くに来ましたって。ああ、昨日の満月のね、夜、海でキツネが来たってドラマチックですね。いいですね。キツネといえばウサギですけども。キツネと、あ、タヌキだ。キツネといえばタヌキですね。キツネとタヌキの化かし合いっていうのもありますけど、みんなで、化かし合いながら楽しい物語を紡いでいきたいと思います。ウサギはね、月に帰る、かぐや姫みたいな感じですけどもね。大月で、大きな月の晩にウサギが月に帰ってお餅をつくというね、昨日おめでたい、そんな満月でした。はい、あ、だいぶ温まってきたかな。そしてね、銀河の中心を思う。このね、ぐるぐる回っていくと、そこの中心軸っていうのがね、だんだん生まれてくるわけですよね。その中心軸にしっかりとプラーナを通していく。そうするとご機嫌なね、になってきます。レモンもそうだけど、リンゴもそう。このね、リンゴの芯、真ん中、これが、ちょうど中心軸になって、こういう風にね、今こうやって回しましたけど、地球もこうやって回ってる。銀河もこうやってぐるぐる回っている。その中心点、常に動かないこの一点ですね、ここにエネルギーが流れていく。これがちょうど人間の背骨に当たるわけですよね。プラーナ感というエネルギー、見えないエネルギーが流れていくところがね、あるので、そこに、エネルギーを吸い込んで、そうすると生き生きとね、生きられます。このプラーナ感に沿ってチャクラがね、前後に開いています。上と下だけ上下に開いてますけどね、そんな形、これがトーラスの形ですね。リンゴと同じ、この周りにこういう風にね、エネルギーが流れ、地球も同じように磁場がね、こうやって形成されています。それを感じながら呼吸をね、していくと気持ちよく今日も一日迎えられますので、では呼吸をね、みんなとしていきたいと思います。ではまずは息を吐いておきます。はい、大地から吸い込むように息を吸って、はい、頭の上から噴水のようにハーッと出してきます。
はい、大地へ返して、また大地からいただく。はい、頭の上まで引き上げたら溶かしてきます。私はリンゴの芯ですという感じですね。リンゴの芯が自分。もう一度息を吸って、はい、頭の上まで引き上げたら溶かしてきます。はい、今度は大地から、の反対、大地じゃない、宇宙から円もらってきて、吐いて大地へと戻す、月と太陽の結婚じゃないですけど、太陽の方からね、エネルギーをもらって、今度は地球へと返していくっていう感じですね。はい、もう一度息を吸って、頭の上からもらって、はい、吐きながら足の裏からずっと出してきます。もう一度上からもらって、息を吸って、はい、出してきます。これだけで、ね、手がビリ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 ってします。エネルギーがすごい流れているのを感じます。皆さん感じていらっしゃいますか。今度は上と下で、男性性と女性性のエネルギー統合していきます。そしてハートの中心ですね、チャクラのちょうど、1,2,3,4 上から4、下から4、1,2,3,4ということで、ハートのチャクラですね、ここに集めて、では息を吐いておきます。はい、息を吸って上と下からもらってくる、に止める、ハートにいっぱいプラーナのエネルギーを充満させたら、全方向にハーッと出してきます。360度、ご自分が星になったような、ね、気持ちでエネルギーを、と広げてください。もう一度いきます。上と下から、太陽、止める、さあ、後から愛の光を360度放ってください。どうぞ。最後ね、上と下、いっぱいに吸い込んだら、ハートから愛の光を放射してください。いかがでしょうか。なんか体がポカポカになってきました。で、生き生きするっていうのは、ね、息をいっぱいする、息する、ね、いっぱい肺の中にね、たくさんのプラーナを吸い込んで、愛のね、容量をどんどん増やしていく、ね、ような形でね、エンジンをね、何 cc っていうのを上げていくような感じですね。こうやってね、呼吸をいっぱい、肺いっぱいにすることで、プラーナのエネルギーの、ね、循環も良くなってきますのでね、朝は本当すがすがしい空気を、ね、吸い込んで、スタートさせていただきたいと思います。はい、ではボディーワークね、こんな形で、トーラス呼吸法ですね、させていただきました。ありがとうございます。さて、クラトダンスさん、おはようございます。テリーさんもおはようございます。今日は10時までね、この後、ちょっと出かける用事がありますので、あと1時間ちょっとのね、お付き合いということで、そろそろカードに入っていきたいと思います。最初にね、お出かけのレイナさんですね、レイナさんからまずは、いきたいと思います。あとで録画を見てくださるということですのでね、では日本の信託カードから、レイナさんに向けて1枚引かせていただきます。レイナさんをイメージして、はい、1枚引きました。どうぞ。こちらが出ました。ではこれがノーマクサンマンダーバーザラダーセンダーマーカロシアダーセレタウンタルとかもというね、そんなマントラを唱えながら六道様の、波動を感じていきたいと思います。ではレイナさん、はい、私の剣は真理の印、嘘やごまかし、ためらいと迷いを断ち切ろう。間違うことを恐れるな。今の覚悟の時、自らの剣を持ち、
あなたの真実の中に生きよう。マントラが響くとき、私はあなたと共にいる。テーマは覚悟、断ち切るパワー、迷いのない決断、間違うことへの恐れの解放ということでね、どんどん間違って、進んでいくところですね、この地球というのはね。間違って初めて、その間違いに気づいて、そしてまた新たな創造が起こっていくということでね。でも本来間違いは何一つないんですよね。全て OK です。その先に進む変化のためのね、つまずき、つまずきこそがその後の、喜びを導いてくれるということでね、どんどんつまずいてくださいそしてつまずくのに飽きたら、流れに乗るっていうことね、もうお任せっていう感じになると、つまずきがだんだんね、少なくというか楽しくなってくる、つまずきと感じなくなってくる、失敗も成功のもと、失敗と、判断している自分がだんだんとなくなって、すべて OK、 すべてが必然で起きているという、ね、そういうことになっていますね。ではメッセージ読んでいきますね。お不動様は密教の根本心である大日如来の化身とも言われています。不動とは動かざるもの、道を求める心が決して揺るがないことを示しています。大日如来そのものの決意を体現しているのがお不動様。さっきのね、トーラス呼吸でも動かない中心の部分が動きませんよというね、不動の位置、これが、芯がぶれないというね、そこが大事なところですよね。右手に剣を持ち、左手に剣尺という縄を持っているのが基本のお姿。カルラ炎というね、火炎の背景を背負ってます。火をね、背負ってますよね、本当ですね。カルラとは、毒蛇を食べる鳥です。鳥の炎だとね、カルラ炎というのはね、毒蛇を食べる鳥、お不動様は炎の中に身を置いて、自らもまた火となって、私たちの煩悩という毒を焼き尽くすのです。エゴをね、炎の中に燃やしてしまうというね、ですからごまというのをね、焚くわけですね。嘘やごまかし、ためらいや先延ばしは心の中の葛藤を示しています。お不動様はその知見で迷いを断ち切り、炎で葛藤を燃やしてくれるのです。あなたの求める道を進む覚悟をしてください。強い意志を行動に移すときです。進むべき道を迷っているならどちらでも構いません。一つを選んでください。間違うことを恐れないでください。失敗や間違いはありません。選んだ方がもともと選ぶはずだった道なのですか。どこに時間をかけるべきか今一度考えお不動様は言います。不幸と見えることも不幸ではない。ものの見方一つでいかようにも変わる。古い観念を燃やしましょう。お不動様のマントラを唱えることがエネルギーとつながる早道です。少し長めの新聞を唱えてください。3回の倍数回唱えると良いでしょう。ノーマクサンマンダーバージャラダーセンダンマーカロシャーダーソワテアウントラダーカンマン。ノーマクサンマンダーバージャラダーセンダンマーカロシャーダーソワテアウントラダーカンマン。ノーマクサンマンダーバージャラダーセンダンマーカロシャーダーソワテアウントラダーカンマン。という感じでね、3回唱えましたけど、お不動様に呼びかけ、加護を祈るのです。必ず声は届きます。焚き火をして、炎に迷いを捨てるのも有効です。空海を海難から守ったお不動様は、旅と交通安全の守護物でもあります。引っ越しを考えている人はお不動様にお願いしましょう。良いところが見つかります、ということでね、私の引っ越し今年4月にしましたけど、良いところが見つかって喜んでます。きっとね、お導きがあると思います。このね、マントラを唱えると腹ができますからね、しっかりと丹田に力を込めて、割とね、高い声よりも低い声で言うといいかもしれませんね。ノーマクサンマンダーバージャラダーセンダンマーカロシャーダーソエタウンタラタカンマン、という感じでね、しっかりと響かせて、体に響かせて、宇宙に響かせて、実のある、身のある、ね、声で、ノーマクサンマンダーじゃなくて弱々しい声じゃなくて、のぶとい声でしっかりとお不動様に
届くように唱えてくださいね。はい、ということで、あ、節子さんのマントラしびれましたって。マジさん、ありがとうございます。これに合わせてね、音楽を作ったりとかね、昔したことがありましたね。鳴り物をいろいろね、響かせながらね、チャッチャカチャッチャカチャッチャカチャッチャ、ノーマクサンマンダーバーザラダーセンダンマーカロチャーダーソワタヤウントラタカンマンとかね、楽しくやるんですね。あんまり驚々しいのはね、いけませんのでね、あ、別にいいんですけどね、いいんですよ、何でも OK ですからね。まあでも遊びとしてね、いろんなやっていくと楽しいと思います。この世はゲームですのでね、遊んでいきましょう。はい、ということで、んマントラのぶとい子腹が座る。オカリンさん、ちゃんとメモしてくださってありがとうございます。初期の係みたいですね、素晴らしいですね。はい、では先に行きましょう。カードの順番、レナさんの次、シャスタさんですね。はい、ではシャスタさんに向けて日本の神様カードを引いていきたいと思います。そうそう、最近ね、この本これ話題になってますよね。これ途中まで読みました。素敵な本ですね。これこの間アンビリバボーでね、紹介されてましたけどね、この天才科学者ね、死後の世界を否定してきた科学者が天国を語るということでね、プルーフオブヘブン、いいですね、このね、本。どんどんとね、皆さんに死んでも終わりじゃないということがね、明らかにされていく時代になりましたね。見えない世界がしっかりと、この見える世界を作っている元になっているということがね、だんだんと皆さんに知れ渡っていくということでね、楽しい時代になってきましたよ、皆さん。はい、では見えない物の声を聞きましょう。はい、これです。竹早スサノオの猫、こちらのカードが出ました。では、こちらのメッセージをシャスタさんに向けてお読みしたいと思います。竹早スサノオの猫とはどこでしょうか。竹早スサノオのニコト、あった、あ、これじゃないな、あった、さあ、お待たせしました。竹早スサノオのニコト、かぶっているベールを脱ぎなさい。あなた自身の顔を出すのです。穏やかさと激しさ、その両方が自分であることを知りなさい。恐れることはない。大きな力のうちにあって、あなたの意識はさらに拡大し、自らのユニークな個性を表現していくことでしょう。あなたはあなたなのです。テーマは正直さ、二面性、スーパーヒーロー、ね、穏やかに見えてもその裏に、激しさが隠れているんですね。穏やかであれば穏やかであるほど、その分の、それに比例するような激しさがちゃんとそこにある。そしてバランスを保っているということですよね。だから私も一見穏やかそうにいつも、言われていますが、内に秘める激しいものがやっぱり持ってますね。それは感じます。それが歌になったり、まあ今ねマントラも唱えましたけども、そうね、なんかすごい激しいもの、うわーっていうね、そういうのもあります。人間ですからね、みんなね、そういったものを持ち合わせていらっしゃると思います。それでいてね、みんなそれぞれ違ってユニークっていうのはいいですよね。はい、スサノオの御事、二面性を持つ謎に満ちた神様です。高間ヶ原を荒らして、姉のアマテラス大御神を怒らせるワイルドな面と、ヤマタノオロチを退治し、人のために役立つ
英雄の面を合わせ持っているのです。いずれにせよ成長と変化を促す強烈なエネルギーの持ち主です、竹兵のサノンのことは謙虚さを必要としません。自分を飾らない彼はあなたも自分を飾る必要がないことを教えてくれます。私を強く前面に出していいのです。周りの反応を先取りして心配する必要はありません。そうね、日本人特にそうですけども、人にどう見られるかっていうのを、ね、気にしてなかなか本当の自分を、ね、出さない、本音で語るということをなかなかしません、でも最近はね、それがもう隠せなくなっちゃってますよね。波動がどんどん高まってきて、本心が見える状態になってきてますからね、はい、心配する必要はないということで、ね、正直に生きていきましょうよということで、竹早のスサノオノミコトはよく笑う陽気の神様、スーパーヒーローの彼はその剣で、病や災い、そしてあなたの内面の不安をバッサバッサと払ってくれます。このカードを引いたあなたに竹早スサノオノミコト自分の中の多元性、いろいろな側面に気づき、それを表現していって良いのだと伝えています。竹林さんの御事のエネルギーはあなたの中のスーパーヒーローを目覚めさせます。想像するためには、時には破壊も必要です。そして正直さは最大のパワーにつながります。本当にね、心に従って、ハートの思いに従って、正直に行動してください。仕事面では中途半端なところがあれば改善しましょう、大掃除の、ね、時期ですのでね、いろいろね、不備が見つかればそれを改善して新しい年に向かって直していく、ね、ためにいらないものを捨てていきましょうね、丹田に響くような音楽を聴きましょう。オペラやラテンの音楽など良いかもしれません。ということでね、かぐや姫の、ね、映画最後にね、月からのお迎えが来るときラテン音楽が流れてましたね、それはとても新鮮でしたけどね、あんな感じでね、楽しくね、丹田に響くような音、それで楽しみましょう。オペラもいいよっていうことですね、オペラ Oh my, oh my, bambino caro mi piace vero vero とかね、そんな感じで、丹田に響くようなそんなオペラもおすすめします。ということで、私はね、あんまりオペラ好きじゃなかったんですけど、一応ね、音大の声楽科でオペラをやらされる羽目にはなりましたけど、自分からね、進んではあんまりやりたくなかったですね、イタリア人がね、オペラを歌ってるのは、聞いていてなんとなく自然でいいんですけどね、日本人の感性にはなかなかね、ちょっとこう不調和なね、どうね、私は感じまして、それが合ってる人はいいですけどね、まあいろいろね、いろんな性をね、味わって何回もね、性を味わってる、ということで、イタリアのね、そのベルカントオペラが、馴染んでらっしゃる方がいいと思いますけどね、日本人のひすれば花みたいなね、そういうわびさびの世界、それとは割と程遠いね、まあ、いろんなものがあっていいんですよね、みんな違ってみんないいということで、いろいろあるから楽しいですね、はい、ということで、まあ、根性のね、自分に正直にいきましょう、そしてそれは一つにはね、固定されずいろんな側面がありますよということでね、自分の、可能性を広げていきたいなと思います。ということで、次行きましょう。このペースで行くと全部終わんないかな、10時までにもうちょっと早巻きで行こうと。では次、シャスタさんの次はヤシミさんですね、はい、ヤシミさんにはハワイアンで行きたいと思います、アロハということで、先ほどね、南の国へ行こうなんて歌を歌いましたけども、南の国に行くと何がいいかって、あったかいと、まあ、体が緩んで開放的になりますよ、で本来のあなたが出てくるという感じでね、あんまり細かいことは気にせず、アロハっていう
縄もいいですね。沖縄は本当なんくるないさっていうね、大したことじゃない、もうみんなね元は一つだから、みんな同じですよね。同じとこからやってきて、そして愛は分かち合う。これがポロッと出ましたよ、マカミというね、こちらのメッセージ読んでいきたいと思います。あなたにはあなたのタイミングがありますという、ね、焦らなくても大丈夫、ちょうどね今そんな気にせず大丈夫だよ、何でも OK っていう話をしてましたので、ぴったりの、タイミングでこれが出ましたね。ほんとぴったりのタイミングですよね。はい、マカミ、マカミさんのねメッセージをお伝えしたいと思います。では聞いてください。あなたにはあなたのリズムがあり、人にはそれぞれの適切なタイミングがあります。友人があなたよりも早く出世したり結婚したり幸せになっている様子を見れば焦ってしまうかもしれませんが、その必要はありません。タイミングが違うだけで、あなただけが幸せから取り残されているわけではないのです。ちょっとずつ確実に進む長距離ランナーもいれば、素早く駆け抜ける短距離ランナータイプの人もいます。人と比べて落ち込む必要は全くありません。あなたはあなたのリズムを信じて、ただ自分らしく生きていればそれでいいのです。そのうち訪れるであろうベストなタイミングをワクワクして待っていてください。中にとは風のことだそうです、ね、ハワイにはたくさんの風の種類があるそうなんですけれども、ハワイの神話ではね、風の女神、ラオモ、ラアマオマオ、難しいんだな、いろんな名前があるのね。ラーマオマオ、マオマオだってラーマオマオ、ね、の息子パカかわいい名前ですね。パカの風のひょうたんを、使って風を起こしていると語られています。パカさんがひょうたんね、あれ八の字ですよね。あれもね、氷炭を使って風を起こしている、また風についてはこのような伝説もあります。巨大なタコを作った半神半人、半分神様で半分人間ね、のマウイが、風の番人のところを訪ね、風の氷炭を使って風を吹かせタコを飛ばしました。調子に乗ったマウイが強風を巻き起こすと、多くの村人たちに被害をもたらしてしまいました。意気消沈したマウイはタコを岩に結びつけて何日も風のパターンを研究した結果、天気を予測できるようになり、村人たちに感謝されるようになったそうです。天気予報士さんですね、になったということでね、いろいろ失敗をして、それも結局は、失敗が元でみんなのためになることに、出来事につながったというお話でね、何にも心配することないですよっていう、災い転じて福となすということが起きたわけです。はい、あ、テジさん、12月の21日から24日、沖縄に滞在ですか。あ、いいですね。沖縄ヒーリングパラダイスに出店です。よかったら遊びに来てくださいということでね、ぜひぜひ沖縄にね、皆さん南の国へ行こうなんてさっきちょうど歌ったのが、ちょうどタイムリーでしたね。ほんとタイミングですね。面白いですね、はい、そうか、21日、じゃあ、それと21日はそうそう、先ほどね私紹介しましたよね、ピラミッドセンターでは虹の女神祭りをやってますよということでね、それぞれ当時に向かっていろんな、ね、催しがあると思います、はい、楽しんでいただければと思います、それぞれでね。はい、では次ね、次の方は誰かな、七色ピッピさんですね。はい、あ、先ほどコメント、あ、昔ちょっとごめんなさい、アイアイさん、プッチーニ大好きです。あ、さっきの、ジャニスキッキー、あ、プッチーニ大好き、私はさっきはお前はピーノカーローはね、ジャニスキッキー、あー、そうね、プッチーニも、ボエームとか
らしからぬ発言ですが、オペラはね、私あんまり好きじゃなかったんでそれから、あ、イルカさん、お仕事行ってらっしゃい。録画楽しみに拝見します。ありがとうございましたというコメント、ありがとうございます。後ほどね、コメント、カードリーディングの方ね、させていただきたいと思います。あ、そうか、急がないと大変ね。今日はね、10時に、この後ね、鎌倉に行く用事ができました。はい。行きます。行きますのでね。シャスタさん、コメントありがとうございます。シャスコさんの梅雨にびっくり。いきなりね、大きな声、出しますよ。わっ！お腹から声をね出します、多面性を表現して良い。 ありがとうございます、私の知らない私、そう、ね、自分でも気がつかない、意識の下に隠れている、無意識の中に隠れている自分自身ですね。多面性があるということですね。それを出していきましょうね、はい、ということで、はい、では次行きたいと思います。吉見さん終わったんだよね。次ですね。ピッピさんですね。七色ピッピさんですね。はい。では七色ピッピさんにはクリコギャラクティックルーツカードでいきたいと思います。では、はい。原初の恐怖、爬虫類画、こちらが出ました。この絵を見て急に思い出したんですけど、ね、最近 Facebook の方でね上がってましたけど、ストレスがかかると血球がねイボイボでこう角が出てくる、こんな感じの絵に、ね、なっている。それが、穏やかになるといきなり表面が滑らかで、ね、すべすべの綺麗な丸になって、昨日の満月のようにね、そんなね映像が載ってましたけど、一瞬のうちに変わるんですね。だから、なるべく、いろんなことが起こるけども、ああ起こってるなっていう感じでイライラせずに、すべてねにっこりと必然で起きていることだということでね、受け入れていきたいと思います。ではこの28ね、メッセージ読んでいきます。銀河の家族には多くのレプトリアの存在がありますが、そのほとんどが敵意を持っていません。しかし人間はその醜さや異質さのせいで彼らにネガティブな性質を投影しがちです。爬虫類型は私たちが内面で拒絶している未処理の恐怖を表しています。こうした原初の恐怖は自己防衛と生存のための幻想を作り出しますが、これらの幻想のほとんどが現実に根ざしていません。内面の奥深くを見て、あなたがまだ直視していない恐怖を見つけなさいとこのカードは告げています。あなたがそれに直面して所有し、自分の大切な部分として最終的に受け入れるまでは、それはあなたを脅かし続けるでしょう、脅かし続けるでしょうかね、はい、ということで、なんだか知らないけど恐怖感がある、ね、例えばエレベーターに乗るのが、エレベーターの中に入るのが怖いとか、ね、高いところが怖いとか、そういったこと、なんかね、その自分では気がつかない恐怖心、なんでこれが高いところが怖いんだろうとか、閉鎖された空間が怖いんだろうと思っていると、無意識のところに隠された、情報を、催眠術ですかね、それから瞑想の中で、奥深くにアクセスしたときに、自分の内面に、アクセスしたときに、映像としてね、なんか昔閉じ込められた過去がある、そんな情報、そういう思い癖みたいなね、ものが、思い癖っていうわけじゃないね、そういうパターンね、カルマみたいなものが思い出されて、思い出された瞬間にそれが解放されていくということがね、起こってくるということでね、それが全部こう解放されていくと、空っぽの体になって、そして晴れて光としてね、デビュー新たな、
っていくと思います。それまでは毒出しですね。毒出しを、ね、するということで、臨書の興味ね、そういったものがもしかしたらまだ中に隠されているかもしれないですね。そう、なんとなく人前に出るとね、緊張するとかね、そういったことが過去の、体験に基づいていたりすることがね、あったりするわけですね、はい、でもそれは幻想だということ、すべ、てね、物語だということに気づいていけば、恐れる必要は何もないというね、そういうことですね、はい、では次いきましょうね。はい、うん、どんどんいっちゃいましょうね。次イルカさんですね。1,2,3,4,5,6,7,8,9,10 あと10人ですね。今行くって感じで19分ですので、あと40分の間に10人ってことは1人4分時間があるってことかな、ね、計算が早かったね、ではゆっくり行っても大丈夫かな、うん、さあイルカさんにお花のカードね、いきたいと思います。ではいきますね。イルカさんをイメージしながら1枚引かせていただきます。はい、こちら出ました、マグワート。こちらのお花、ではこのお花のアファメーション読んでいきますね工事の力が開くとき、保護とバランスを求めます。眠りの体験に大いなる気づきがもたらされるよう、まっすぐ進みます。私は眠りと目覚めの入り口で繊細な洞察、洞察と出会います。こうして私の魂は自己自身を見極めます。はい、ちょうどこのね、うとうとしたところね、この眠りと目覚めの入り口、寝入り花、それから朝起きたばかりの時、このね、まどろみの時間、あの世とこの世のちょうど架け橋にね、当たるような、そういう時間ですね、そこで本当のね、自分や、それから別次元の情報が、受け取ることができる、そういう周波数帯だったりするわけなんですよね。そこで自分自身を見つめる、自分は魂なんだっていう、ね、そういう存在なんだっていうことを、ね、はっきりと、自覚できるようなね、それが、まあ、工事の力がこう開いていってバランスをね、両方超えていくというね、バランスをうまく保たれる。そして、しっかりと目覚めた暁にはそちらの、読みの世界ね、陰の世界でいろいろ目論んできたことをこちらで具現化するというね、そういう仕組みになっているんですね。それを見破ることができるわけです、一緒にね、一人だけじゃなくね、その人のビジョンをどんどんとこれから具現化していくには一人の力ではなく、この地球で共にね、生きている、生かされていく、人たちと一緒にやっていくことがね、人としてのゲームなわけですよね。ですのでみんなとつながって、一つの意識に目覚めていきましょうね。一本線が通ってるということね、一本筋が通っている中心の部分はみんな同じゼロポイントのエネルギーですね。ワンネスの世界からみんながそれぞれやってきて、そして、白いね、これは、緑と白のね、素敵な明るい感じのお花がね咲いていますけども、それぞれの個性豊かなお花を咲かせていきましょう。マグガートのねメッセージを読ませていただきました。ありがとうございます。はい、それではイルカさんの次は
では、オアシスさんに向けて、パラパラで行こう。ハトホルから行こうかな。昨日のね、満月瞑想でもね、こちらのハトホルのね、このケニアの子だったかな。それをね、瞑想のバッグにかけてましたけどね。ハトホルはサポートしてくれてますよ。音を通じて。はい。こっちかな、途中か、今パッと開いたのはこのページなんですが、2つ項目がありますね。これか、こっち行こう。原始的という言葉には多少望ましくないニュアンスをもたらす可能性があります。もう少し時代に即した根源的などといった言葉を使ってはまずいでしょうか。これはちょっと途中ですね。ですので、こっち右の方か、原始時代への逆戻り、こちらに行きましょう。さあ、間違っても OK ということでね、間違いは何一つありませんということで、こちらの右ページの方に、ね、読んでいきたいと思います。地球とつながっていない、例えばグランディングしていない状態のままで、内側にある愛と安全の次元へと意識をシフトさせることもできます。そして比喩的表現を用いれば、シャボン玉に入って浮遊するというわけです。望むべくはあなた方の一人でも多くがただ内面世界へ引きこもってそこに収まることよりもグランディングをすることを選んでいただきたいと思います。自らをグランディングさせて他へ愛を差し向ける行為は、自己を含むすべての人に幸いするものです。ということでね、スピリチュアルな、形で、霊的なものばかりを求めて、で、この現実界に目を下ろして行動をしないと、せっかくのね、イメージも、人の役に立ちませんよというね、愛を他の人にどんどん、差し向ける、愛を放射する、そういう行為、のためにも、しっかりブランディングすることが必要ですよというね、まあ、肉体を伴ってこの肉体次元にね、窓を落とすということはとても、大変なことで、地球では本当珍しい、地球では珍しい、宇宙の中で地球っていう存在はとても珍しいそうで、しっかりと、ね、肉体に宿っているわけですよね。この肉体に宿ったゲームをしているわけなんですけども、他のね、宇宙銀河では、物質のね力、物質の形を取らないエネルギー体としての存在の方が多いようですね。ですので、あえてブランディングしてこの物質世界を遊びましょう、ね。それでそれはある意味原始時代の逆戻りだ、ということで、でも別に何も悪いことじゃないと、ね。原始的とは意識が発生したルーツを言うので、人類の意識は自分たちの惑星を、そうね、平気で破壊できるほどに自己のルーツから断絶してしまってますので、したがってあなたが生物的にも地球に根ざしていること、ね、ブランディングすること、地球の他の生命体とつながっていることにもっともっと目覚めた方がいいですよ、そういうアドバイスですね。自然界で生きているということ、すなわち自然界に意識があるということは、多くの未開文明や先住民族文化においては基本的な合意事項です。したがってこの生きているということを、土、火、水、木、4つのエレメントですね、この4つの元素のより深い原始的レベルとして説明することが概念として役立つのではないかと思います。ということでね、地、水、火、風、空と、ね、ありますが、空の世界につながっている、この4つの元素ね、地球ではね、固体、液体、でこの意識につながっていく空の世界ですね、そして火の世界ね、どんどんとその意識を上昇させる元ですね、そういうエネルギー、それをね、生きている力として自然界の中に、こう自分で認識をしていくというのがとても大切、それがグランディングにもつながっていくというね、話ですね。ということで、ハトホルからね、読ませていただきました。ありがとうございます。さあ、次行きましょう。次は、
倉田ダンスさんですね。はい、倉田ダンスさんには、ハワイで行きたいと思います。寒ければ寒いほど南の島を恋しく感じますね。ハメハメハー、ハメハメハー、ハメ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 ハー、南の国の大王はなんだっけ。その名はみんなハメハメハなんですよね。ロマンチックな王様でってね、歌詞しっかり覚えてません、ごめんなさい。ハメハメハー、ハメハメハー、ハメ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 ハーというね、楽しい波動を放ちながら一枚弾かせていただきました。プップップになりました。貝殻です。小さなことをコツコツと続けてください。それがやがて大きなものになりますというね、こちらのメッセージを読ませていただきたいと思います。プッ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 プはどこかな。プッ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 プを探しています。あて、プップのメッセージを読ませていただきます。小さな努力をコツコツと続けることは忍耐力を伴います。でもそうやって積み重ねたものは確実に大きなものとなります。大きなビルがいきなり建つのではなく、少しずつ時間をかけて完成していくように、仕事や人との信頼関係をちょっとずつ積み重ねていってください。小さなことを大切にできる人は人からの信頼も得ることができ、やがてはそれが大きなものへとつながっていきます。つまり小さなことができる人は大きなこともできるのです。逆に小さなことができない人は大きなこともできません。なぜならどんな大きな作品もいきなり出来上がるのではなく、小さなことの積み重ねで完成しているからです。地味な努力も大切にすることが成功への第一歩です。ピピとは貝のことですね。ハワイでは貝をつなげた例、人気です。ミーハウ島でしか取れないミーハウシェルはとても貴重で、その例は高価なことで知られているそうです。ということでね、小さなこといっぱい積み重ねて大きなものを作っていきましょうね。ん？止まってる？こっちは動いてる。また動き出すかな。聞こえますか？聞こえてますか？止まってますか？もう一度、アクセスして大丈夫？ダメ。止まってしまったよ。止まってしまってワン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 だ。あ、聞こえますって。こっちだけかな。見えてます？ちゃんと。録画大丈夫ですか？できてますか？聞こえてますか？動いてますね。大丈夫ですね。音量だけは聞こえるのかな。画像が止まってしまいましたでしょうか。今、電波の状況が良くなっているようで、では声だけお届けしましょう。どこまで行ったかな。転んでも歌にするって。そうですね、今日は歌水曜日ですのでね。あ、動いてますか？あ、そうですか。ありがとうございます。じゃあ大丈夫なんだ。動いてるって。じゃあこちらの、もう一つのね、うちのコンピューターのせいですね。すいません。失礼いたしました。それではね、先に行きたいと思います。次はどなたかな？ですね。あいあいさんね。あいあい。あいあい。OK。
サルさんだよという歌がありますけども、はい、あ、大丈夫ね、金魚鉢のような音が聞こえる画面も見えてますので、ありがとうございます。金魚鉢のような音ってどういう音ですかね、ではアイアイさんに向けて、アイアイだからハワイアンで行こうもう一度ハワイアンで行きたいと思います。ではそう、なんか南の島で来てるな。アイ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 、お猿さんだよ、アイ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 、南の島のアイ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 、おめめの丸い、あいあい、あいあい、お猿さんだね。という歌を歌っている間に、こちら、はい、こちらが出ました。クエよ、大丈夫、あなたは守られています。思う通りに進んでください。というね、メッセージ、読んでいきたいと思います。見えないけれど、いつもあなたの周りにサポートしてくれている存在がいるんですよね。いろんな振動数の人たちが、エネルギー体が、それぞれの役割を担って、活動しています。人間の、ね、網膜には共振してね、映らないかもしれないけど感じることはできる。いつもいつもそうだよそうだよって言ってくれてるそういう、存在がいるということをね、忘れないでください。みんなエネルギーのプールの中にね、いるような感じですから、見えないけれどいつもいつもいるんですね、本当に、はい、ありがたいことです。さあ、プエオプエオプエオさん、では読ませていただきます。聞いてください。アウマクア、これは守護してくれる先祖のスピリット、あ、まさに今話したその通りですねのプエオのカードを引いたあなたは今しっかりと守られています。もしもあなたが病気だったり、授業に失敗したり、人生で窮地に陥っていたとしても、物事がこれからちゃんと良い方向に進むというサインですから、ポジティブな気持ちでいてください。あなたは間違っていませんし、ちゃんと進むべき道の途中にいますから、後悔したりくよくよしなくても大丈夫。むしろ自信を持ってこのまま前へ進んでください。あなたは自分で思っている以上に、周りからも先祖からも大切に思われ、サポートを受けています。守ってくれてありがとう。と感謝の気持ちを忘れずにいれば、すべてがうまくいくでしょう。大事なのは、ありがとうという気持ちですね。私たちは気がつけば、生きているんじゃなくて生かされているということですね。そのことに気づけば、自然とね、ありがたいなっていう気持ちが湧き起こってきます。ということで、プエオの、ね、カードのメッセージ読ませていただきました。このプエオさんはね、ハワイの、フクロウです。ハワイにしかいないフクロウさんです。普通のフクロウさんは夜間に行動しますが、プエオは日中に活動するそうです、ね、ハワイ神話にもたびたび登場するプエオはアウマクアの代表的な存在。アウマクアとは個人や家族を守ってくるスピリットのことです。ハワイの人々は亡くなった先祖のスピリットが自分たちを守護していると考えています。主にアウマクアは動物の姿であることが多く、プエオは中でもとても神聖だと考えられているそうです。はい、ということで、こちらのメッセージを読ませていただきました。ありがとうございます。さて、次、アイアイさんの次はどなたかな。では、オカリンさんに向けて、あんまりゆっくりしてちゃいけないねじゃあ、日本の信託カードいきたいと思います。では、オカリンさんに、あ、アイアイさん、ありがとうございました。ちゃんと信頼していますって。そうですよね。ハワイ行きたい、私も行きたいハワイ行きたい、南の島、誰か連れてってくれないかな南の島の大王に会いたいな。意識では会える。はい、ここでもね、いろんな次元につながりますから。でもリアルで行きたいな。暖かい国、ね、イルカと泳いでみたいな。はい、
ちら、人魚、透明を歌う人魚というのが出ました。ではこちらのカードのメッセージ読んでいきたいと思います。透明を歌う人魚、あれですね、最近ユキサオリさんがアメリカでも、ね、大ブレイクしてるみたいですけどね。透明な歌声美しいですよね。透明を歌う人魚、どこかな、あった、54ページ、そうね、だんだんと声が慣れてくると透明になってくるかもしれませんね。さあ、透明でひたすらに青い水の中に潜っていきましょう。静かな水の底でただ感じてください。全身を研ぎ澄ませると豊かな感情があふれてきます。かつて取り残された悲しみや怒りも、味わい尽くせなかった喜びや感動も、美しい泡のように水面から差し込む光の中を昇っていきます。あなたは今透明でしなやかです、想像してみてください、日の光が入った、そして海のね、そこから泡がポーンとたくさんの泡が昇っていく姿、ね、一筋の光、二筋の光、三筋の光、ね、その中をポコポコポコ、本当に透明な青い海の中、いろんなね、泡のようにまあ、感情やら何やらそういったものが全部浮き上がってくる。それを想像してみてください。テーマはね、純粋な感情を味わうこと、無意識とつながりサイキックの力を発揮するしなやかさです。人魚は洞窟の中の底知れぬ深い青の中に泳いでいます。感受性が非常に豊かで繊細で、感情を深く感じることができます。このカードは思考や理由付け、正当化から離れてあなたの純粋な感情とつながるようにと促しています。純粋な感情はポジティブもネガティブもありません。それは単なるエネルギーです。肉体に宿ることは深い感情を体験することです。悲しみであれ怒りであれ、避けるのではなくそのエネルギーの中に飛び込んで感じきってみましょう。そこでなぜ自分は悲しいのか、どうしてこういうことが起きたのかなどの頭をめぐる考えは透明な水に全部溶かしてください。今から感じることを許可しましょう。そしてなぜという言葉をあなたの辞書から消してください。古い感情を浄化しましょう。それにまつわるエピソードを思い出す必要はありません。涙も笑いも深い感情の解放になります。人魚は歌っています。その歌は心に響きます。あなたの大好きな歌を声を出して歌ってください。歌っちゃおう。 Close your eyes, come with me, and we soon will beIn the wonderful world of young, heart remains 17, dreams are evergreen. In the wonderful world of the young, whose many night wise men know the truth, they have discovered that love is youth. Take this heartAnd we always dream in the wonderful world of the young. と歌っちゃいました。失礼いたしました。勝手に口から出てくる言葉に自由にメロディーをつけても構いません。音という波動にしてエネルギーを体の外に出すのもいい方法です。お手本じゃないけどすぐに、ね、思いついた歌を歌っちゃいました。無意識の下にしまい込んだ箱をどんどん開けて、閉じ込められた感情を味わい解き放つと、潜在意識と現在意識の間の扉が開きます。2つの世界が自由に交流を始めると、さまざまな五感を超えた力がよみがえってくるのです。この扉こそサイキックな世界への入り口です。予知能力や共感能力、サイコメトリー、投資する力などを思い出すことができるでしょう。人魚のパワーを借りて広大な意識の次元を楽しんでください。さ
さあ、人魚のようにあなただけにしか歌えない心の歌を歌いましょう。深い深い青い水の底は無限の天空につながっているのです。そう、海の底、海の底から僕は生まれた。海の底から歌が生まれた。青い海の言葉と真実の瞳、そして若い心と大きな希望よ。海の底から僕は生まれた。海と一緒に僕は歌おう。ということで、またまた歌っちゃいましたが、歌ってると徐々に終われない大変大変、先に進みたいと思います。ありがとうございました。透明を歌う人魚、読ませていただきました。さあ、次いきますね。次は、愛子さん、さあ、愛子さんに向けて女のカードですね。いきますね。愛子さんにどんなお花がふさわしいですかね。アーモンド、これアーモンドの実、美味しいですよね。アーモンドの実、チョコレートの中に入ってたりしますけども、こちらのお花もね、薄ピンクですごい綺麗なお花ですね。ではこちらのメッセージ読んでいきたいと思います。宇宙からの祝福の光が私の体を貫く。地上のあらゆる存在が私を取り囲み、脈動する生命の原野にその鼓動を伝える。私はハートに織りなす光と命の共振を感じる。私はここで育まれ、地球での仕事を支えられている。さあ、地球でのお仕事、あなたのお仕事は何ですか。それぞれに、ね、役割があるかと思います。ハートの奥に埋められたその魂のお仕事ですね。それを楽しくやっていくうちに、あなたのオリジナルな、ね、光が、花が咲いていくと思います。はい、ということでアーモンドのメッセージをさせていただきました。ありがとうございます。さて、オカリンさん、ありがとうございます。いっぱいコメントなんかまとめてくださって透明を歌う人魚から雪沙織さんに行って、夜明けのスキャットに行って、水の中に潜る水の底で全身を感じる。うわ、差し込む光、泡、純粋な感情を味わう、人魚、感受性が豊か。すごい、もうオカリンさん本当に詩人ですねそして初期でもあるかもそういう役目を授かっていらっしゃるんですね。ありがとうございます。自由にメロディーをつける2つの世界の交流、海と歌が、泡だった、鍵だったのかそうですね、海は子宮の象徴でもあるんですね。赤ちゃんが生まれるところね、そこに歌が生まれるわけですよ。歌のように花のように、新しい命が生まれていくということですね。はい、ではあ、ナナイルフィピさん、行こうと思ったら節子さんの歌に身を任せていたら寝落ちしかけてたどうやらね、眠りを誘う声らしいですね、私はねさて、次行きたいと思います。次はカオルさん、ではカオルさんに向けて、これでいこう。ハワイアンか。ではカオルさんに1枚引かせていただきます。これです。ねね、ねね、一度諦めたことに再チャレンジしてみて、思わぬ展開が待っているでしょう。でもね、再誕生というのがねテーマでもあります。新しく生きる、このね、体を持ったまま光の存在として新しく生きるということがね、これから必要になってくる。ねねのね、メッセージ読んでいきたいと思います。
思い出してみてください。あなたには過去に諦めた夢がありませんか？今こそそれをやるべき時です。過去にやってみてダメだったことでも再チャレンジしてみることで新たな道が開ける時です。実際それをダメだったわけではなく、そのタイミングではなかったということ。今はとにかく以前うまくいかなかったとか、どうせやってもダメだろうというような思いは捨てて、気持ちを切り替えて行動してみてください。再びやってみるというのがキーワードですから、過去に喧嘩別れした人とまた交流してみるのもおすすめ。仕事、人間関係、趣味、習い事やダイエットなど、うまくいかなかったことをリストアップしてみるのもいいでしょう。ということでね、再チャレンジ、タイミングがまたやってきたということでね、またあなたの、意識の拡大が起きてくるということでね、前は、やってまだその時じゃなかったのでうまくいかなかった、でもその経験が今に生きていく、というね、そういうタイミングですよということですので、ぜひ新しいこともいいですが、過去ねやってみたことに再チャレンジしてみてください、はい、ということで、さあ次いきますよ。あいこさん、アーモンド、マリア様の花ですよ。あ、そうなんですね、マリア様のお花がアーモンドなんですね。ありがとうございます、教えていただきまして。昨日マリア様バージョン、版画作家さん、マリア様バージョンで版画作家さんに作品作ってくれました。アーモンドの花を彫ってもらいました。すごい、シンクロですねやっぱりカードって素晴らしいですね。本当にありがたいです。でその時その時に本当に必要なメッセージがね、伝わっていくということで、はい、おかりさん、アーモンドチョコ大好きですって。私も大好きです。で、あ、七色ピッピさん、ヒーリングイコール節子さんの歌お話そうですか、歌ったりお話しすることがね、皆さんの癒しにもしつながっているとしたら、私は本当嬉しいです。ありがたいことです。さあ、じゃあ次ね、いよいよ時間が迫ってまいりました。あとお二方ですね、はい、セントさん行きたいと思います。さあ、セントさんには日本の神様カード行きたいと思います。では、セントさんをイメージで1枚引かせていただきます。はい、こちら、チガイシの狼が出ました。こちらはチガイシの狼はどこかな、確か結構後の方だったような、あった、62ページ、こちらのメッセージ読んでいきますねあなたは過ぎ去ってしまった出来事にまだ囚われているようです。私は不動の岩の神、過去からあなたに流れ、あなたを妨げている不要なエネルギーの前に力強く立ち、あなたが自由になるのを助けましょう。あなたは今にしっかりと立つことができるようになります、不動様、一番最初に聞いたのがお不動様でしたよね、日本の信託カードの方でもね、不動が出ました、ね、やっぱり不動、今はしっかりとグラウンディングしてこう、動かない中心をしっかり保つということはとても大事な時期のようですね。チガイシの狼は黄泉と現世の間にどっしりと存在し、輪廻転生に関わり、過去からの災いを防ぐ岩の神様です。私たちは前世から、そして今生の過去から、様々な思いを引きずっています。このカードを引いたあなたは、今自分が囚われている過去からの思いからそろそろ自由になるべき時が来ているようです。あの時ああしていれば、あんなことを言わなければといった後悔や自責の念、また家族や人の言葉や行いに対して未だに解けない怒りや恨みを抱いてはいませんか？それはひょっとしたら前世のカルマが影響しているのかもしれません。たとえそうであっても、いちいちあなた自身そのカルマが何かを知る必要はないのです。非常にパワフルな違い地の狼の助けを借りましょう。自由を妨げている過去のエネルギーからの解放を意図し、違い地の狼に祈ります。こだわることがバカバカしいと思えるようになるでしょう。新しいあなたに生まれ変わる時なのです。実際に大きな岩に触れてみましょう。違い地の狼のパワーと英知を感じることができます。気持ちや体力が落ちていると感じている人は、そろそろエネルギーが上向きになっていくでしょう。ほうれん草が元気をくれます。また年長者の言葉に耳を傾けたり、お墓参りをして、今自分がここに命を受け存在できることへの感謝の気持ちを感じることも、違い石の狼のエネルギ
につながります、はい。ポパイのようにほうれん草を食べて、そして、先祖の、に感謝、過去、カルマ、そんなもの、亡きことのとして違いしの狼に祈ることでね、浄化してしまいましょうね。それにはありがとうというね、もうそれは卒業して先に進ませてください、そのことはもう、大したことじゃないですっていうね、全部笑いに変えていくような、そんなエネルギー違いしの狼を持っています、はい。ということで、こちらのメッセージ読ませていただきました。ありがとうございます。さて、あ、カオルさん、ありがとうございます。秋っぽい性格なので中途半端に終わったものがたくさんあります。再チャレンジしてみますということでね、ぜひいろいろやってみてください。それから、オカリンさん、冬になるとココアパウダーみたいのがついているタイプのが売ってます。あ、そうですね。チョコ、美味しいね、アーモンドチョコ。寒い時にはね、なんかついつい甘いもの、食べたくなっちゃいますよね。でも、まあ、食べたい時はいいんですけども、体の心を、体の、声を聞いて、できたら、ね、白砂糖じゃないものをね、取り入れた方がいいようですよ、体のためにはね。そんなことを気にせずバクバク食べても大丈夫なぐらいね、波動を高めてしまえばそれはそれでいいんですけどね。ということで、最後ですかね。失礼しました。えへん虫がやってきてますので、ちょっと失礼して。失礼します。さあ、それでは改めまして、最後いきますよ。ニージさんには、虹の向こうからメッセージをハワイからね、いただきたいと思います、ハワイアンカードいきますよ。虹さんをイメージしながら1枚引かせていただきます。北、お日様が出ましたね。人を導く力があなたにはあります。恐れずに意見を発信してください。こちらのメッセージを、お伝えしたいと思います。北ですね。最後となりました。ハワイから、北のメッセージを、星の言葉を聞いていただきたいと思います。ホクホクしながら待ってください。北、出た。お待たせいたしました。あなたに失礼しました。あなたには人を導く力があります。あなたが思っている以上にあなたの発言や行動には影響力がありますから、どんどん発信してみんなを励まし勇気を与えてください。あなたはもしかしたら目立つことで嫌な思いをするのではと不安に思うかもしれません。もしも嫉妬や妬みなどを受けたり、誰かに悪く言われたとしても、それだけ大物になった証だと胸を張っていましょう。批判されるほど自分の存在を多くの人に知ってもらえたと思っておくのです。自分の発言を全ての人が自分の希望通りに受け取ってくれるとは限りませんが、自分が信じることを愛を持って伝えていけば、理解してくれる人は必ずいます。恐れずに発信していきましょう、はい。恐れず発信していきます。大麻は麻薬じゃなかった、本当だよと恐れず発信していきたいと思います。今日もね、お付き合いいただきましてありがとうございます。これ見てね、カードのメッセージ全部ね、全員の分読ませていただきまして、ちょうど10時、ちょっと2分ほどあるかな、ありますね、になりますね。今日はね、こういった形で最後は恐れずに大麻の歌を歌って踊って終わりにしたいと思います。いいですか？準備の方はありがとうございます。
皆さん一緒に踊ってください。上の方が、あ、そっか、これはこっちをやってもダメなのか。こういう感じですね。これで映るかな。頭は切れてる。もうちょっと上ですね。はい、こんな形でいきたいと思います。自由に踊ってくださいね。タイマーこうです。麻薬じゃなかったという感じでね、一緒に歌って踊っていただければと思います。ではいきます。タイマーは麻薬じゃなかった、には夜明けの歌を歌おう。朝には不思議な力宿ってる。朝には未来の夢が詰まってる。歌を
はい、どうもありがとうございました。では、終わりにこの歌を歌っておしまいにしたいと思います。さよならの歌です。ください。はい、それではこれにて失礼します。ありがとうございました。さようなら。